縄のアメリカ村です。なんかこんなマスクしてそれめサングラスをしていると一体これは何だって感じですけれども、実はこのチャタンのそばにとても素晴らしいアリーナができたんで、今日はそれをご紹介したいと思います。ここが2階席ですね。いやでも本当これ夢の実現じゃないですか。チームを作られたっていうことにもすごいなと思っていたんですけど、今度はそれを入れるこうハードを作っちゃったっていう。そうですね、まあ、ただ僕が作ったわけじゃないので、僕がマークのきっかけで、はい、まあ、本当に 大勢の方の力が合わさって。ある意味、そのバスケットボールのための専門のアリーナっていうのは初めてっていう感じでいいんですかね。あ、そうですね、ただ、専門というと、専用スタジアム、専用アリーナではなく、あくまでの多目的、多目的の中で、まあ、主たる目的としてバスケットが多いので、バスケットをメイン、逆に言うとその何もこう中心となるものがなくて、八方美人で多目的は無目的になってしまうので、もう私本当これ思ったのは、バスケットにちょうどいいサイズだなと思って。そうですね、私はNBA のね、アメリカの例えばソルトレイクのジャズの本拠地とか行ってるんですけど、もうこんな一番上行くとこう、はいはい、こういう感じじゃないですか、谷をこう見るみたいな。でまあこれ2万ぐらい入るところっていうのはこうなんだろうなって。でそれがこうオリンピックなんかだとこうフィギュアスケートに利用されたりとか、まあいろんな風になるんですけど、ああいうの見てると、まあちょっとお客さん入れすぎというか、なんかコートとかリンクがちっちゃすぎというか、あ、いや、僕全く同じことを思っていて、アメリカのアリーナって2万人弱じゃないですか、はい、そうするとただバスケットのことが2倍にならないわけじゃないので、結局同じなんですね、ここまで同じ、はい、ここまで同じなんだけど、まあ、この1万人のアリーナと2万人のアリーナの違いって、この上が1万あるかないかで、座席としては価値が低いものを建築コスト的にはより上に作るか高い、はい、だからそれはやっぱりすごくこうアメリカみたいにすごく人気があって、まあ競技レベルが相当高くて、一番遠くから見てもやっぱ面白いぐらいな、コンテンツ競技力の魅力も必要だと思うんですけども、アメリカのアリーナでも一番手前のいい1万人のぐらいのところだけがあるっていうのが僕かなっていうのを思って、だから私ちょっと先ほどあの辺の立ち見席とかも拝見したんですけれども、あそこから見てもすごく違和感なく、あ、これだったらゲームが楽しめるなっていう感じだと思うので、そこを一番まあみんなで意識してましたね。ここが立ち見席になります。本当にここにも、はいはい、カメラもいっぱいありますし、はい、60台。60台のカメラっていうのはね、少しハイテクで有名になってますけども、それ以外に、まあ、4K のハイビジョンのリモートカメラが全部で5台常設されていまして、はい、常設以外の移動できるああいうやつですね、ああいうやつも、まあ、そのイベントごとに場所を移動させたり、バスケットのリングの裏にも 4K のリモートが入っています。大型映像装置のど真ん中の真上からセンターサークルを撮ったりとか、はい、
か一番なんかカメラ撮影しにくいあの真ん中の一番上とかですね、はい、ということは今まで中継では見たこともないようなアングルの絵が撮れるっていうことですか。そうですね、なかなか見れない、こうやっぱり設営するのがすごい大変でね、ご存知だと思うんですけど、カメラも設置です、そこからケーブリングしていくのがすごく大変なので、なかなか普通の中継番組では見れないようなっていうのが、はい、観客席の照度もこうメリハリがつくように光の角度を舞台が浮き上がり、そうに当たってますもん。うわー、本当にやっぱり照明って大切です。スポーツ、動き、バスケット特に速いんで、カメラのシャッタースピードとかも上げれますから、映像もやっぱりとても大きい。そうですね、これだけ本当にあの光が当たっているとクリアにこう見えますね。コンセプトとしてはもちろん配信もあるんですけども、試合会場でこう大きなビジョンがあって、ここに座ってるんだけど、なかなか逆のアングルから見たらどう見えるんだろうと、はいはい、なんかこうここに座ってるけど、あああっちから見たらこう見えたんだみたいな、こう競技場の観戦体験をより豊かにするために、やっぱり家で小さなスマホで見てるより、ここに来た方がやっぱり楽しいよねっていう、うん、昔よりもインセンティブ、いいもの、何かを体験を提供できないといけないんじゃないかなっていう。ファミリーコンコースということで、子どもたちが遊べるところで、そしてここにはナーサリールームですね。おお、授乳部屋、おむつ替えたり、さてここは女性用のトイレなんですが、ちょっと失礼しますね。綺麗にパウダーエリアというか、やっぱりここパウダーエリア混むので、うん、洗面台なしで鏡だけ用意してるんです。はあ、まあ広い。はい、ある意味五感で観戦するっていうんですかね、音もあるし、それから皮膚に感じるこう振動だとか、ありとあらゆるものがこう感じられて、大先輩ですからね。いやいや、それでかつモニターがあるってことは、これは私は直接は見られなかったけど、こんなになってたのねって新しい発見があって、両方こう満足させるってことですね。絶対的にそうです。もう本当に五感にっていうのは本当その通りで、コートサイド行ったらなんかこう、なんか極端の言ったらこうなんか選手が走ったらなんかね、風を感じるじゃないけど、汗を感じるでも何でもいいですけど、本当にそういうもんだなって。